ワレリー・アビサロビチ・ゲルギエフは、ロシアの指揮者、オセット人ト、ワレリー・ゲルギエフとも表記される。1953年、モスクワで、オセット人の両親の家庭に生まれる。ピアニストで、世界的なコレッペティートゥアであるラリッサ・ゲルギエワを姉に、持つ。北オセチア共和国の首都、オレジョニキゼに移り、オレジョニキゼ音楽学校を卒業後、レニングラード音楽院で、 イリアムーシンに支持し、指揮法を学ぶ。動員在学中に、カラヤン指揮者、コンクール2位、前組指揮者、コンクール1位の栄誉に輝く。1977年レニングラード音楽院を卒業し、テミルカーノフの助手として、黄色フ劇場の指揮者となる。1988年、35歳で黄色フ劇場芸術監督に就任する。 ソビエト連邦の崩壊の混乱期に遭遇し、ゲルディエフの劇場経営は困難を極めたが、国際的な支援を得て、ロシアの古典をオペラに新たな演出法を導入した。また、多くの新人歌手、アンナネ・トレプコなどを発掘することにも成功し、姉のラリッサと共にマリーンスキー劇場を世界的な地位へと引き上げた。1996年には、総裁に就任し、 劇場の総責任者としての重責を担っている。1990年にはロンドン公演、1992年にはニューヨーク公演を実現し、国際的な指揮者としても活躍を続けている。日本にはマリーンスキー劇場及びマリーンスキー劇場還元楽団、ロッテルダムフィルハーモニー還元楽団、ウィーンフィルハーモニー還元楽団、 ロンドン交響楽団等を率いて、しばしば来園している。また、日本のオーケストラでは、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響楽団、PMF オーケストラを指揮している。2007年より、 ロンドン公共楽団の主席指揮者に就任する。就任時より、公演活動においては、プロコフィエフの楽曲に力を入れる一方、ルソー・ライブレイ・ベルでは、マーラーの公共曲第6番を皮切りに、マーラーの公共曲全集の録音を行った。2011年には、プロコフィエフ、ロメオとジュリエットの録音で、BBC ミュージックマガジン・アワーズのディスク・オブ・ザイヤー賞を獲得した。 2011年のウィーンフィルハーモニー管弦楽団によるシェーンブルン宮殿でのサマーコンサートを指揮した。2014年2月23日に開催されたソチオリンピック閉会式ではロシア国家の演奏で1000人の少年合唱団を指揮した。コンサートなどを通じて国際平和を訴えたり発言を行う機会も多い。2004年9月幼少から 青年時に過ごした北オセチアの小学校で起こったテロ事件直後の演奏会ではチャイコフスキーの悲壮を涙を流しながら指揮したという。同年11月にウィーンフィルを率いて来日した際にはサントリーホールにて北オセチアに捧げる心の支援と題してチャリティーコンサートを行ったが公演直前に新潟県中越地震が発生したため 収益の半分はこの地震の被災地に寄付された。2008年8月に、ジョージアが、地震の出身地である南オセチアに、軍事侵攻した際には、A、BBC のインタビューに対して、ジョージアのサーカシュビリ大統領を非難する一方で、ロシアのプーチン元大統領やメドベジェフ、大統領を支持する発言を行い、南オセチアで起こっている事実について自ら世界の、 要人に向けてアピールを行っていると答えた。この軍事侵攻の直後、南オセチアの州都スヒンバリをマリーンスキー劇場還元楽団を率いて訪れ、南オセチア紛争の犠牲者を追悼するコンサートを指揮した。この時にもチャイコフスキーの悲壮を演奏している。また、ゲオルク・ショルティが音楽が持つ平和の施設としての特別な力を 再現化するべく国連創設50周年を記念して設立したワールドオーケストラ・フォア・ピースの指揮者にショルティの意志を引き継いで1997年から就任している。エサイコール・ペッカ・サロネンによる還元楽曲ヘリックスはゲルギエフが友人であるサロネンに同オーケストラのために作曲することを提案した異色作品である。ありがとうございます。